Bonjour Paris。 おはようございます。11月終わりのパリの朝です。雲一つないいいお天気、セーヌ川沿いの並木が少しずつ朝日に染まってきています。こちらはリュクサンブール公園、ここからだとエッフェル塔が見えます。そしてこの日はエッフェル塔の上の方にまだお月様が見えていました。街中のカフェやレストランは休業中ですけれども、公園の中の売店は開いているようです。今日はお天気がいいので散歩の人もこれから増えることでしょう。前の日が一日中雨だったので、空が洗い流されているというのでしょうか、いつもよりも光に透明感があるように思えます。公園の木々もそうですが、パリの人たちのいでたちもすっかり冬支度になりました。こちらはシテ島にある花市場。いつも四季折々の花が並んでいますが、今は何といってもクリスマスツリーのシーズンです。この日は小鳥を売るスタンドも出ていて、モミの木の前でカナリアたちが歌っているようでした。ツリーは大小様々、皆さん飾る部屋の大きさや目的に合わせて好みのツリーを選びます。モミの木が家にあると香りも良くて清々しい気分になります。カルチェラタンを歩いていると、休業中のカフェにこんな演出がしてありました。少し気の早いクマさんたちのクリスマスディナーでしょうか。一方、サンジェルマンデプレのカフェルマゴにもやはりクマさんたちがいます。そしてこちらはカフェの並びにある本屋さん。表には季節のグリーティングカードがたくさん出ています。外出禁止の規制が少し緩くなって、本屋さんやブティックなどは営業再開。やはりお店が開いていると街に活気があります。サンジェルマン大通りを挟んだお向かいにはエルメスの仮店舗があるのですが、なんと朝からこの行列。開店直後の時間だからなのでしょうか、とにかくたくさんの人が辛抱強く入店を待っています。少し歩いて行くとラルフローレンのブティックがあります。そしてこんなに可愛らしいクリスマス飾りがしてありました。ボンマルシェデパートの食品館の前、こちらもクリスマスツリーの売り場になっていました。サンジェルマン界隈の夜、休業中のカフェのテラスからとてもいい匂いがしています。こちらはヴァンショーホットワインです。温めた赤ワインに柑橘類がたくさん入った甘い飲み物、シナモンの香りも豊かです。街のイルミネーションも始まっています。今年のサンジェルマンデプレは少しブルーがかった光のデコレーション。この時期はそれぞれの界隈によって思い思いのイルミネーションがしてありますので、寒い季節ですけれども楽しめます。
こでもいい匂いがしていました。その正体はというと、クレープのスタンドです。湯気のある風景はこちらの気持ちまで温めてくれるようです。